ここより世界に痛みを。神羅転生。一陣の風とともに少年は二度舞い戻る。一つは故郷の危機に無尽の力を持って、一つは決別の過去を超え新たなる希望を持って。懐かしいな。そうだの。全然変わってねえってばよ。ガキなところは全く変わらんの。ナナ、これからどこに行くんだ。まずはやっぱり一力に。はあ。え？な、ナルト？ナルトなの？え？もしかして。いつ帰ってきたのよ。久しぶりじゃ。うわあ。本当。それじゃあ無事に修行。おう、俺ってばバッチリ強くなってっから。そういう意味不明に自信あるとこ昔。さて、積もる話はまた後でするとしてだ。とりあえずあいつに挨拶なしじゃ後で何言われるかわからんから。あのさ、エロセニー、その前にちょっと里を見ても。ん？久しぶりだからさ、うずうずして仕方ねえんだ。たく、そんなのは後でだと言いたいところだが、お前にとっちゃこんなにも長く里を離れたこと。大丈夫です、ジュライア様。ナルトには私もついていき、責任持って屋敷まで連れていきます。おお、帰ってきて早々サクラちゃんとって。違うっつーの。ならばわしは先に屋敷に行っておく。お前たちは適当に里をぶらついてから屋敷に来い。おっす。
序章、ナルト帰郷。それじゃあ適当にその辺回りながら屋敷に向かいましょうか。いや、なんか…ありがとな。連れてきました。おお、久しぶりだな。ばあちゃんに静音の姉ちゃん、元気してたか。ナルト君、お久しぶりです。その創造主さ、変わらないな、ナルト。ってわけで、エロ仙人とすげー修行してさ、かなり力がついたんだぜ。うん。これからの活躍に期待してく。自信を持つ。だが期待するな。お前たちが相応の力をつけている。どういうこと？ま、お前たちにはこれからとある試験を。へっ、かかし先生。よう。うわあ、かかし先生ってば全然変わってねえ。お前も、ま、その性格は昔のままだな。あの、カカシ先生、試験って何のことなんです？それに、お前…ナルト、そしてサクラ、お前たち二人がこの3年でどれほど力をつけたのか、そしてこれから共に任務を行えるかどうか、
鈴？ってことは。ああ、お前たちにやってもらうのは鈴取りか。懐かしいってばよ。あの時は俺から鈴を奪えなかったが、さて試験は演習場で行う。準備が整ったら来るように。はい。それじゃ待ってるぞ。ナルト。ああ、俺たちの成長って。この先だよな、演習場。ねえ、ちょっと、あのさ、カカシ先生に会う前に準備運動？いろいろ方法はあるけど、てっとり、うん、やっぱり実践。それって、準備運動でもいいぜ。そっちの方が性に合ってる。ただ、実践形式だと、俺ってば。上等！あんたの力を見る上でも。そんじゃ、早速。さくらちゃんもすげえ。この分なら鈴取りうまくいきそうね。任せ。よし、体は私たちの力。あ、ちょっと待って。ん、はい、これ。
この先でカカシ先生が待ってる。準備はで。おお、来たな。すみません、お待たせしました。準備はできたか。はい。ま、ルールは3年前と同じ。この俺から鈴を奪い取るだけ。もちろん俺を倒すつもりで来ないと鈴を奪うことはできないからな。んなの分かってるってばよ。それよりさっさと始めようぜ。旦那。さて、始めますか。うん、はい。俺も少し本気を出さないと。さあ来い。行くわよ。行くぜ。またね。ここまでやるとはな。だが、次はどうだ。
て、これからが本番だ。見せてやろうぜ、さくらちゃん。よし、本当に鈴取られちゃうとはね。ナルトだって。よし。
やれやれ、まさかお前たちがここまでやるとはな。にひひひひ、なんてのよ偉そうに。俺の想像を超えるとは、まったく。なあなあ、かかし先生から鈴奪ったってことはさ。ああ、合格だ。これからはまた第7班として任務に入ってもらうよ。やったー。今後のことは別の日に説明する。今日のところはしっかり体を休めとくように。おっす。それじゃあ俺はこれにてドロン。やったな、さくらちゃん。よし、これから頑張るぞ。ナルト、改めてこれからもよろしくね。おう。